皆さんこんにちは、むちょと申します。勢いに乗る千葉セリが今年もやってきたということでね、去年のこのセリからはオープンバードーブネや重賞バーアスクワイルドモアがね出たり、まあ過去からはオメガパフュームが G1 を勝ちまくったりと、最近よく聞くなぁと思う千葉セリですけれども、まあ、やっぱり今年っていうのもねいい感じに盛り上がってましたね。結構歴史自体は長いみたいなんですけど、本当にここまで勢いついてきたのは最近みたいでですね、売却率 100% っていうのは決してね、まあ、当たり前のことではなかったみたいですよね。まあ平均価格的に言っても最高額的に言っても、まあ去年はちょっとレベルが違いますけれども、まあ高水準にさらになってきていて、まあ馬主さんからの信頼っていうのが高まってるのを感じるところですよね。まあしかもね、社大ファームが中心の競りですから、まあ今後階級とかもね整って結果も出てくるような気配もありますし、いや結構ね、私的には将来的にはね、セレクトはノーザンが主役かもしれませんけど、社大には千葉セリがあるみたいなレベルでね、さらに盛り上がってきそうな予感のセリですね。では早速ね、どういった我が高額落札されたのかっていうのを見ていきたいと思います。ドンということでね、まあ、もうニュースになっておりますけれども、最高額は今年も藤田進さんということでね、モーリス産駒の牝馬を6424万円でね購入されております。まあ当然ながら去年のディープ産駒ドーブネの価格よりは落ち着いてはおりますけれども、まあでもこれでも歴代5位ぐらいの価格っていう記事も見ましたから、全くもって低い水準で落ち着いたっていうわけではないですね。まあ正直私はね、藤田さん今年は参加されないのかなってちょっと予想はしてたんですよね。っていうのもやっぱりね、セレクトでがっつり購入されて、まあ、そしてアメリカでもね森さんつながりで結構な頭数購入されてましたから、まあ去年は大船をあれだけの高額ラスク草したっていうのもやっぱまだ頭数がいなかったからっていうところあったのかなって思ったんでね。まあただよくよく考えてみれば、実際に去年のその大船がしっかりと結果を出してくれてね、まあそれこそセレクトの時は社大ファームの馬っていうのは1頭だけでしたし、まあもう1頭この信頼の千葉セルでっていうのもですね、まあ当然のことではあったのかもしれないなと、まあ後から思いましたね。でもパッと見の印象としてはね、やっぱり、まあ、モーリスの牝馬っていう字面だけ見るとね、まあ、ケット好きの私としては、そして藤田さんの購入傾向としてはちょっと意外なセレクトかなとは思ってたんですけど、まあ、やっぱりね今回もちょっとお話を聞かせていただきまして、やっぱ一番ね大事にされたのはやっぱこのタイム、そして馬体のようですよね。であとは、まあ、ドーブネも管理されているね竹幸四郎さんの推薦みたいのもあったようですね。まあ確かにですね、やっぱこの2歳のこの時期っていうのは、その血統とか以上に割とタイムが一番結果に結びつくっていうところはありますよね。去年のドーブネ、スピードソルジャー、湘南マッハっていうラスト2ハーロンのトップ3は全て勝ち上がって、しかもドーブネと湘南マッハは、まあ、オープン重賞級でまで走ってるわけですからね。実際この時、まあ、特に湘南カンプ3区の湘南マッハなんかは、さすがにこの血統だけだとね、高すぎるやろと、まあ私は思っちゃったわけですけれども、まあ実際、その価格通りの活躍っていうのはしてるわけですよね。まあドーブネにしたって、仮にセレクトで4億7000万円の馬だとしたって、あの舞台まで行く馬って相当限られますから、まあだから、その血統とかね、いろんな要素を踏まえた上での、まあ結論がやっぱタイムみたいなところになってるんでしょうね。まあそれプラスアルファで、まあ血統があるとよりいいくらい。の感じでしょうかね。今回のフローラルカーブ、まあその仮にやっぱりねこの血統背景、まあ、優秀ではありますけれども、そのセレクトとかにね出てたとして、どのぐらいしたかって予想すると、さすがに今回の価格よりは安くなってたと思うんですよね。社大ファームのモーリス産駒っていう同条件でマックスボバで4900万円でしたからね。まあだから結構ビジネス的に言ってもね、やっぱりこういうトレーニングセールっていうのはなかなか魅力的なところがあって、馬主さん側からしてもより精度を高められるっていうね、結構ウィンウィンな競りではあるのかなって思いましたね。そして第2位となったロードカノラー産駒ですね。こちらもまあ4850万円と結構な金額になってますが、まあ、タイム的に言うとね22秒2っていうのはがっつりトップ
いいとかっていうわけではないんでね、まあ、多少なりさすがにロードカノラっていうブランドが効いたのかなっていう印象はありますね、本場に関しては。まあ、あと個人的に気になったのがこの購入者さん、株式会社 B プロジェクトさんっていうのはね、今回3頭も購入していて、これは多分今回トップの数ですね。で、調べてみたところ、ベラジオっていうね館名で、園田で結構走らせてるみたいですね、この名義だと。ただ個人名義で GRA でもまあ持たれているようで、こちらのね林田さんっていう方みたいですね。結構中央と地方で馬主名義を法人とこう使い分けてる方っていうのは多くて、当選さんとかもそうですよね。この方は中央で馬は本当現時点で1頭ぐらいなんですけど、さすがに今回あの金額と、まあ、他の馬もそうですけどレベルの高い馬だと思うんでね、まあ、中央デビューさせてくるのかなって思うので、まあ、注目の馬主さんとしてね覚えておきたいですね。そしてイスラボニータサンクリブルタンゴが第3位で4000万超えと。いや、やっぱりね、血統だけで見るとイスラボニータサンクとか、わー、ともかくね、まあ、他のビリストサンクとかね、まあ、リーチザクラウンあたりもそうですけど、やっぱここまで高額になるってなかなかね、一歳生だと難しかっただろうなとは思いますよね。まあ、やっぱりそういう馬が高くなるパターンっていうのはね、めちゃめちゃタイムが良くて、21秒8っていうのは、まあ、全体でも3位の数値。マインドヤービスケッツも21秒7、ノベリストも21秒8、リーズザクラも22秒と。まあ、この馬たちっていうのは、まあ、車大ファームさんがとにかく注力している。車大スタリオンではある、そしていたことのある馬ではありますけど、やっぱノーザンさんとかね、他牧場的にはそんなにガッツリとっていう印象ではないのでね、まあなんとかねガツンと一発期待したいところです。で、一口馬主関係で面白かったのが、プレミアステップスのこうねドリームファームさんが3784万で購入していると。まあこれお母さんの名前でねパッと思いついた方いると思うんですけど、去年の何を隠そう胴舟のね弟っていうことになりますよね。まあ父がディープからダイヤメジャーに変わったっていうことにはなりますけれども、まあタイム的にも悪くないですし、その兄さんの実績的にもね、なんか募集された時にも人気そうな気はしますよね。去年のこの枠としてはサイレントブラックっていう馬がね1441万円で購入して、それよりも安い1400万円でね募集、まあ、しかも北三ブラックっていうのはその後すごく評価を上げましたからね、まあ、かなりタイミング的には良かったんじゃないかなって思いますよね。レースでは一戦して16着っていうところにはなってるみたいですけども、まあ、明らかにこれはきちんと走れたわけではない結果っていうのは感じますんでね、まあ、変わってくる可能性も全然あるでしょう。まあ、今年もですね3700万円で購入したとはいえ3500万ぐらいまでねちょっと落ち着かせて募集してくれるっていう可能性もありそうですね。なかなかね今の時代上乗せしてこない、むしろ下げって募集してくれるクラブってまあないですからね。本当ここは DMM にしかない良心的な部分なんじゃないかなって思いますね。で、最後にちょっと個人的にね、まあ、気になった馬、まあ、なんとかご紹介させていただきますと、弘前さんがですね、またもや絆サンクっていうのをこのステージで購入してるんですよね。つまりはそのアスクワイルドバーと同じパターンになる可能性があると。旧車的にももしかしたら同じ藤原さんっていう可能性あると思うんですよね。アスクワイルドマンの6300万よりはだいぶ価格落ち着いた感はあるんですけど、まあ、タイム的にはこちらの方が早かったりしますからね。血統的に言っても、まあ、結構高齢にはなりますけど、まあ、活躍は多数の母系ではありますし、ちょっとこの馬主さんと千葉セルの相性っていうのにね、まあ、かけてみてもいいんじゃないかなって思っちゃいましたね。で、あとは私も所属するノルマンディに来るかもしれない岡田さん名義のね購入馬っていうのも来てますね。パドトロワサンクで1760万円と。いやー、なかなかねやっぱ父の名前だけ見るとするなと思うわけですけれども、まあ、ある程度ね時計そして馬体とかが良かったっていうことなんでしょうね。まあ、実はこちらもね去年同じパターンで購入された馬っていうのはいましたね。キングレガリアさんと、
金亀のラストクラップでお母さんデリキッドピースっていうね、決闘だけ見ればもうセレクト級なわけですけれども、まあ、逆にこっちはねタイム的にはっていうところがあって2222万円っていうね、まあ、がっつり高額っていうわけではない価格に落ち着きましたね。まあ、ただやっぱり募集額っていうのは多少なり上乗せされて3000万近くまで上がりましたね。まあでも実際こんぐらいが普通ではありますね。 DMM さんがありがたすぎるっていう感じで、で本場についても、まあ、現時点では8着11着と、まあ、上位にはちょっと来れてない感は、まあ、ありますね。まあですから、まあ、本当たまたまとも、ね、言えなくはないのかもしれませんけど、やっぱりその北さんブラック、そしてキングカメハメハというね、なかなかビッグネームだし、であってもやっぱこの時期ってなってくるとそれ以上にタイムの方が早いほど結果に、まあ、近いという感じにはなるのかもしれませんね。まあ、今年は逆にね、やっぱその父的にはそんなにビッグネームではないかもしれませんけれども、まあ、ある程度のねタイムのところっていうのを買ってきたっていうことで、まあ、金額的にがっつり人気するわけじゃないのかもしれませんけれども、まあ、割と狙い目になる可能性はありますね。まあ、そんだけこの時期っていうのは結構タイム重視でいいのかなとは思いますね。はい、ということでね、まあ本当社大ファームの久々の芝 G1 勝ちとかね、新たな外境の可能性とかを考えればね、まあ今後より一層勢い人気出てきそうなこのセリですからね、まあ注目していただきたいですね。まあでもね、ちょっとこのパターンでいきますと、毎年もしかしたらこのセリは藤田さんがトップで名前が上がってくるっていう可能性はありそうですね。とりあえず一番勝ちに近いねラスト2ハロ一番速い馬を選ぶと、まあ結果的にはやっぱりね、まあ、高額なってきますからね。やっぱ今回もねこう結果をしっかりシビアに見てるなって思ったのはやっぱりプレミアステップスをその兄弟を持ってるっていうことで愛着的にちょっと買ってくる可能性もあるかなとは思いましたけれどもね、そちらではなくてやっぱりこちらの一番速い馬を買ってきましたからね。まあやっぱりその幸四郎さんの推薦というのもあったのでしょうけれども、であとはちょっと他にもね気になったことをお聞きしてみまして、あのレントゲン写真とかね、今回は馬主登録とかなくても一般の方でもね見ることできたんですけど、いや私もちょっと見てみたんですけどあんまり違いが分からなくて、ここの良し悪しとかはあるのかなっていうことを聞いてみたんですが、まあ一応ね見ることにはなってるみたいですが、まあそんなに明らかに変じゃなければまあ気にしすぎるものではないみたいですね。であとは、まあ、私が知らないだけでもしかしたら他にもがっつり購入してるんじゃないか説をね思い浮かびまして、この間のね、まあ、中内田さんのアメリカでの爆買いも実は藤田さんだったのかもと思いまして聞いてみたところ、こちらはね別のお方みたいですね。まあ、関わってはまあいないと、まあ、そうなるとこちらはやっぱりダノーさんとかマテルローさんあたりなんですかね。今年もあとパクスアメリカーナの馬主さんなんかもね結構つながり強いみたいなので、まあちょっとこちらも動向注目していきたいと思っております。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。